こんばんは。気になったので質問です。ドタマの大麻反対ポスターが世に出たとき、現場の反応はどうでしたか？いや、もうめちゃめちゃドタマヘイト高まってたね、あの頃ね。ポスターっていうか、あれポスターにもなってたんかな？ネット上でね、あれはもうむちゃくちゃヘイト高まってましたね。俺ももうあの時点でもうドタマとはもう全然面識あったし、こう、気さくに話せる仲だったから、ドタマてめえとはさすがにならんかったけど、いや、ドタマやっちゃったなとはさすがに思いましたね、あれはね。ヒップホップっていう中にいて、あれはちょっと、それはこうなるよねっていう、その仕事は選ばなあかんでしょうっていうふうには、さすがに俺も、俺でさえ思いましたからね。全然そもそもドタマのことをさ、なんかよく思ってないやつ、MC バトルだけやっててみたいな。まあ、見た目がヒップホップじゃないからさ、そう、俺にもあるけど、やっぱそういう差別みたいなね、あるんですよ。そういうふうに表には出さんけど思っとったやつとかは、まあ、ここぞとばかりにね、あったと思いますよ。大変だったんじゃないでしょうかね。ところで、さっきまで俺は何の話をしてた？思い出せない、誰も答えられない。スワイプしたタイムライン、車窓からの眺め、思い出せない、誰も答えられない。